はい、キッズです。今回は背景のある写真に写っている人物を簡単に切り抜く方法を解説します。背景があると切り抜くのも難しいですが、ツールのみで初心者でも簡単に切り抜けます。ぜひやり方を覚えてください。それでは早速始めましょう。参照ページより写真をダウンロードして GIMP に読み込みます。今回の写真は人物の背景が単色の白だったり黒だったりするものではなくて、背景が写り込んでいる人物を切り抜きたいと思います。背景が写り込んでいると切り抜くのも結構難しいです。そんな時に使うツールを解説したいと思います。使うツールはツールボックスの中にあるこちら、前景抽出選択、こちらを使います。こちらのツールの使い方では、画像から前景のオブジェクトを抽出し、選択範囲を作成します。どういうことなのか、どういうツールなのかがよくわからないと思います。では早速やってみましょう。まず前景抽出選択ツールを選択します。ツールオプションでは境界をぼかす、こちらはチェックを入れて、半径は10程度にしておきましょう。境界をぼかす範囲は10。描画モードは前景を描画、こちらにチェックを入れます。ストローク幅というのはブラシのサイズですが、こちらは後から調整します。レベルなどこちらの方はデフォルトで2で大丈夫です。ではまず作業しやすいように拡大しておきましょう。こちらのズームツールで拡大しておきます。もう一度前景抽出選択ツールを選択して、こちらの女性の人物を切り抜くのですが、若干はみ出た部分でこのようにクリックしながら選択していきます。若干人物より外側にクリックしていってパスを引いていきます。この下が見えなくなってきたらスペースキーを押しながらカーソルを動かすと下の方が出てきます。なるべく近い形でこのようにパスを引いていきます。見えないところはスペースキーを押しながら移動していきます。大体でもいいんですが、なるべく近いところが綺麗になるかもしれません。このぐらいのですね、外側をクリックしながら選択していきます。はい、最初に始めたポイントをクリックしてつなぎます。エンターキーを押します。エンターキーを押すとこのように選択した以外の部分はブルーになりました。このままの状態でツールとかは変えないでですね、このままの状態で今度はブラシみたいな形になります。こちらのストローク値っていうのでブラシのサイズを変えられますので、あんまり大きくしなくていいと思います。このぐらいのサイズかな。これで今度は人物の方にラインを引いていくんですが、人物の境界部分にするのではなくて若干内側でいいです。このように引いていくとこのように白いラインが出てきますので、このようにこんな感じですね、少し内側に引いていきます。こんな感じですね。見えなくなってきたらスペースキーを押してカーソルを動かすと下の方が見えてきます。このように若干内側にやります。これは若干内側にすることで後で綺麗にできると思いますので、見えなくなったらスペースキー、こんな感じで
ですね。これはまあこう引いておきましょう、はい、若干内側をしながらラインを引くような感じでなぞっていきます。こんな感じですね。若干外が残ってます。内側の方をこんな感じですね。はい、最初のところにつなげます。今ラインを内側に引きました。この状態でこの右上にあるマスクのプレビューっていうのがありますので、こちらにチェックを入れます。人物の部分がちょうど境界のところで青い部分と人物の部分が分けられています。若干頭の上とかこの辺りが綺麗にできてないので、ここを今から修正します。綺麗にできてないのはここですね。髪の毛の上の部分でこの辺りが綺麗に選択されてないので、今度はツールオプションの中にある背景を描画、こちらにチェックを入れます。背景が見えている部分を若干ちょっと今度はやりすぎたので、今度は前景を描画、こちらを選択して少しだけ、はい、もう少し分かりやすいようにアップしましょう。青の部分を増やしたいので、今度は背景を描画にチェックを入れてですね、少しちょっとこんな感じです。ここも若干やりすぎたら前景を描画。前景を描画っていうのですると人物の部分が出てきます。このぐらいでいいかな。あたりもちょっと見えてますよね。背景のこの青い部分を増やしたい場合にはこちらの背景を描画でちょこっと塗ればこんな感じですね。ではまたスペースキーをしながらちょっとあたりもちょびっとだけよっと、はい、よっとこのぐらいかな。こんな感じですね。顔は綺麗な、あたりもちょっと綺麗に、欲しいなと思ったら前景に切り替えて、こんな感じですね。スペース切りでいいとはいい感じですね。ちょっとここかな、やりすぎたら背景、こちらのツールオプションの背景を描画と前景を描画、こちらで切り替えながらやるといいです。前景を描画とするとこちらの人物の方が出てきて、背景を描画に切り替えるとこちらの背景が出てきます。人物部分と背景部分、背景部分は青色になっています。右上にあるこちら選択っていうのを押します。すると人物だけが範囲選択されます。この上で右クリック編集コピーします。そのまま右クリックの編集貼り付けします。はい、こちらの新しいレイヤーを画像に追加します。今レイヤー2枚になっています。元々の写真のレイヤーを非表示にします。このように綺麗に切り抜くことができました。そんなに難しくきっちりとパスを引いて切り抜くとかアルファチャンネルを使ってやるスタイルではないので、意外と簡単だと思います。前景抽出選択のツールオプション、こちらの描画モードを前景を描画と背景を描画、こちらを切り替えながら綺麗に整えればいいだけですので、初心者でも簡単にできるんじゃないかと思います。このツールの使い方を覚えてください。参考になりましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた。